こんばんは、かなたです。本日はですね、しおりんさんと、みたらしかまさんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ簡単にお二人自己紹介をしていただいて。はい、助産師のしおりんと言います。普段は性教育 YouTuber なんて名乗りながら性に関する知識をお伝えするような動画を配信してます。よろしくお願いします。臨床心理士公認心理師のみたらしかなです。私は普段 SNS でメンタルヘルスケアとか精神疾患に関する情報を発信してます。今日はよろしくお願いします。今日はまあ何をするかというと、まあ、僕まあ LGBTQ の当事者で、まあ、T のトランスジェンダー、うん、で今女性から男性に性別変更して今生きてるっていう感じなんですけど、自分がトランスジェンダーですっていうことをカミングアウトしたりとかしてきたんですけど、今こう僕のチャンネルとか見てくださってる方って LGBTQ の当事者じゃない方の方がすごく多くて、で一番その質問で多いのが、カミングアウトされた時どうしたらいいですかっていう、うん、質問をめちゃくちゃいただくんですよ。で、まあ、僕は、まあ、それについて答える機会が何回かあって答えるんですけど、それって僕だけの意見だし、うん、で、まあ、LGBTQ って言っても当事者の中でもみんな違うじゃないですか、うん、だから僕だけの意見を皆さんに話しても他の角度からの目線がないなと思ったんで、2人いろんな活動されてお話しされてると思うので、その意見を聞けたらなと。私たちもね、一意見だもんね。そうなんだよね、うん、たまたま対人援助職として、うん、もしかしたら当事者の方と関わることもあったかもしれないしっていうところで、うん、いろんな知識っていうのはあると思うから、うんうん、私は心理学の専門なのでお話できたらいいなと思います、うん、お願いします。 LGBTQ の当事者からカミングアウトされた時、うん、どうしたらいいと思いますかっていう意見に対してどう思う？うん、そうだね、なんか私は結構その性教育の講演活動とかをしてる中で、うん、親御さんからそれを聞かれることがすごくあるの。そう、その自分の子供が、うん、セクシュアルマイノリティだって後から言ってきたらどう対応したらいいですかとか、うん、あと先生とお話しする機会も結構あるから、うん、生徒からそうやって言われたらどうしたらいいですかって言われたりすることが結構あるんだけど、うんうんうん、私自身は自分はシスジェンダー、ヘテロセクシャル、うんうん、で自分自身はマイノリティの当事者になったことはないから、うん、あくまでも私が思う対応はこれでいいんじゃないかっていうお話をいつもするんだけど、うん、伝えてくれたことに対して、うんうん、まあ、それを特にいいとか悪いとかジャッジする必要はないんじゃないかなって思ってるので、うんうんうん、そうなんだねと受け取るということと、うんうん、話してくれるのにはもしかしたら勇気がいることだったかもしれないから、うん、話してくれてありがとうっていう風に伝えられたらいいんじゃないかなっていう風にお話をしたり、うん、親御さんに言ってくれたり先生に言ってくれたりするタイミングって、うん、もしかしたらなんか困りごとが発生してて相談してくれる場合もあるかもしれない。例えば学校だったら更衣室がどうとか制服がどうとか、話してくれたことに何か今サポートが必要なことがあるかとか、どういうふうに周りの人が接してくれたら助かるかとか、そういうのがあったら教えてほしいけど何か今あるっていうふうに聞いてみたりしてもいいかもしれないですねみたいにお話しするかもしれない。めちゃめちゃ当事者だから、うん、こう言ってくれる人がいたなら、うん、めっちゃ嬉しいなって僕は感じる。これも僕の当事者の一意見だったけど、うん、ジャッジをする必要がないっていうのが、うん、やっぱどこかしらこの絶対入ってくる目線、うん、正しくない、うん、自分たちでの世界ではありえないとか、そこがないっていうのはすごく楽だなって今、うん、あ、私はシスジェンダーのパンセクシュアル、自分は女性の体で生まれて心も女性で、うん、そこに相違がないというところでパンセクシュアル全性愛者で、今同性のパートナーがいるっていう状態で、まあ LGBTQ プラスのプラス、まあ結構 L として扱われることも多いし、うん、B として扱われることも多いけど、うん、まあセクシュアルマイノリティっていうカテゴライズの中に入れられることが多いという中では、でしかも、まあ、自分が臨床心理士って人の話を聞く立場、秘密を打ち明けられる立場だから、カンナ君とかしおりちゃんと一緒でカミングアウトされた時にどう答えていいか分かんないっていう質問は私も結構されるんだけど、うん、いつも私が聞くこととしたら、あなたは自分の秘密を人に話す時にどういう態度でいてほしいって言うと、うん、あ、みんな、あ、一緒かみたいな、うん、それがセクシュアリティのカミングアウトだとしても、うん、自分の身の上話だとしても家族の話だとしても多分聞かれたい態度って割と一貫してると思うんだよ、うん、でさっきしおりちゃんが言ったようなジャッジメントしない、うん、自分の尺度で聞かないとか、うん、あとは自分の
偏見を押し付けない。例えば、うん、結構 LGBTQ の当事者だっていう話をしたら、良かれと思ってさ、ゲイの子って芸術的センスがあるって言うから、うん、なんか良かったじゃないみたいな、うん、そう、良かれと思って言っちゃうじゃん、うんうんうん、でもそれって実はゲイだっていうボックスに入ってるからといって、みんながみんな芸術的センスがあるわけじゃないし、みんながみんな面白おかしく自分の身の上話を話すわけじゃないし、うん、それってまあ多分みんながメディアとかいわゆるステレオタイプ的な像を当てはめない相手にとか、うんうんうん、じゃあ分かんないって思った時にちゃんと分かんないって素直に伝えられる。私はあんまり知識がないから傷つけちゃったらごめんねっていう風に先に言ってあげるとか、うん、っていうのって別にセクシュアリティの話に限らず大事だと思うから、うんうん、そういう伝え方はするかな。まあ多分それは私の仕事の専門としてる傾聴っていうところにつながるんだけど、うんうん、その人の立場に立ちながら、その人の立場に立っている自分は、でもそれって自分の人生の中でしか見てない尺度でしか測ってない可能性があるから、うん、そこをちゃんと吟味しつつ、うん、これは自分の物差しじゃないかな、うん、とか、これはなんかどっかに当てはめてないかな、ボックスに入れてないかなっていうのを、うん、ずっと自問自答しながら聞かなきゃいけないのが、まあ、傾聴なんだけど、うん、まあでもみんながみんなその傾聴のスキルがあるわけじゃないし、みんながみんなできることじゃないから、それは置いといても、うん、ちょりちゃんが言ったようなポイントっていうのはすごい大事だと思う。話聞くってすっごい難しいことだよね。なんか私も看護職でさ、患者さんのお話を聞くという仕事をずっとしてきてるけどさ、どうしてもその中に自分の今までの常識とか、自分の中で許せない倫理感とか、うん、かる、そういうものと、例えば私は性の話を聞くことが多いけど、うん、例えば私一個人が浮気とか不倫とか絶対許せないって思ってることと、うん、目の前に相談してきてくれる人が不特定多数と性行為をしてますっていう課題を持ってる人だったとしても、うん、そこに私のそんなの許せないみたいな正義感は全く不要なわけだよね、うん、人を支える仕事をするときには、うん、自分の個人的な倫理観みたいなものと、うん、専門職として必要な態度っていうのを切り分けながら話を聞くって実はめちゃくちゃ難しいことだと思うけど、うん、そういうのもね、なんかちょっと意識しておくだけでもさ、そうやってカミングアウトしてくれる人とかの話を聞いた時に、自分の個人的な思いがわって湧いた時に、うん、これを言うのは違うのかもしれないってちょっと思えることは、もしかしたらすごい大事なのかもしれないなって今思ったわ。僕は一番カミングアウトしてきつかったのは、親にカミングアウトした時に、うん、そういう人たちがいるのは分かってる、うん、けど自分の子供がそうだとは思えないという、本当にその通りで、自分の世界だけの価値観だし、うん、でお母さんの感情だし、うん、って言われた時にショックだなとは思った。今お二人がこう話してくれた、このカミングアウトされた時どうしたらいいですかっていう、うん、その姿勢の今の回答が、それをしてあげれる状態であることがカミングアウトしてる側からしたら安全性が高い、うん、話しやすい環境下の人たちなんだなと思うし、でもなんか今聞いてて思ったのが、それをできる人たちを、じゃあ当事者はどうやって見極めていければいいのかっていうのは、果たしてこの人に本当に話してもいいのかっていうのは、なんかどういうタイミングで僕も感じてたんだろうなっていうのを、二人の話を聞いてて思った。他人に興味がない人じゃない、私はそういう人の方が楽。すごい、あなたに興味がある、あなたはきっとこんな人だこんな人だって言われると、うん、どんどん、あ、ボックスにすごい押し込められてるって思っちゃうから、うん、結構私が仲良くなってこの人信頼できるなって思う人って適度に一線があるっていうか、うん、交わってるようで交わってないっていうか、うん、隣にいてくれる、うん、ただそれだけ、うん、別にうまいこと言わなくていいし、いいこと言わなくていいし、うん、あ、ふーん、そうなんだ、うん、それだけの人が私はやっぱりすごく心地がいいなって思うから、うん、そうだね、これは私のなんか あくまで今までの価値観だから全てに当てはまるわけじゃないけど、ガーって距離詰めてくる人って結構自分のタイミングでガーって離れてったりとか、うんうん、こっちの脳を見極めずにどんどん踏み込んできたりとかしちゃうから、うん、猫みたいな、いるみたいな感じの人の方が私は案外、うん、今までは成功体験が多い。日頃の相談事とか日常会話の中でも、なんかあなたってこういうところあるよねとか、何か悩み事を話した時に、それならこうした方がいいよ、きっとこうするのがあなたのためだよみたいな言葉がけが日頃から出てくるような人だったりすると、話した時にこうそれがいいとか悪いとかジャッジをされたりとか、あなたはもっとこうした方があなたのためなんじゃないかとか、そういう介入をもしかしたら分かる、してくるのかもしれないから、
性教育の話とかでもその親子の話とかでもね、適度な境界線を引きましょうって話をよくするんだよね。やっぱり自分と自分以外の人って別の人だから、その人の人生はその人のものなんだっていう認識を持った上で、自分と人との間にはきちんと線を引くこと、それってお互いが健康的な関係性を築くのに結構大事な考えだと思うんですよねみたいな話をしたりするんだけど、でもそういうお話をしてても、でもなんかやっぱり結局他人だからとか言われると寂しくなっちゃいますとか言われたりすることもあるんだけど、自分が勝手に踏み越えちゃいけないラインみたいなものを自覚してる人の方がもしかしたらこう傷つけてくるみたいな危険性は低かったりするのかねとは思うかもしれない。あとなんか当事者からするとカミングアウトってすごい勇気のいることだし、もう人生で一回きりこれっきりだって思うじゃん、思うと思うのよ、だからもちろんそれを受ける側としてはもう本当に人生で大きな決断をしてくれたんだ、勇気を振り絞ってくれたんだって思うことはもちろんベースで大事なんだけど、でもカミングアウトってなんか私は当事者としては思うのが、一回きりで終わることじゃないんだよ、そうだね、何回も何回も反芻したりとか、じゃあもしかしたらそのカミングアウトした相手ってコンディションによっては受け入れられない日もあるわけ、すっごい受け入れられる日もあればなんか急に受け入れられなくなったりとかするっていうコンディションがあるから、その度にこっちもいろいろ情報を小出しにしたり引っ込めたりっていうのをしなきゃいけないから、実際カミングアウトって確かに一発目はめちゃくちゃ勇気がいることで大きいんだけど、その後のずっと続いていくこと、カミングアウトってただのセクシュアリティとか自分の性に対する暴露ではなく、自分の人生とかこれからの生き方についての話だから、それが長く続いてくる、一回で終わるわけだよね。それはそうだよね、本当にそう。だからもしかしたらこれを聞いてる自分の周りに当事者の人がいて、もしかしたら私あの時のカミングアウトを間違った聞き方をしちゃったかもって思う人もいるかもしれない、でもそれはそれで謝ればいいと思う、あの時は自分に知識がなくてびっくりしちゃって自分の意見を重ね合わせたりとかして、ごめんねって、でもこれから聞いていきたいと思うよみたいな、人間関係ってその場限りのその時間で終わるものじゃなくて、永続的にずっと続いていくものだから、その中で修正していけばいいし、傷つけてしまったんだったら、その都度謝ったりとか、意見のすり合わせをしていけばいいから、大きく捉えてほしい、重く捉えてはほしいけど、修正は可能だ、一度失敗したらそれで終わりというわけではないですね、そうっていうのは思ってほしい。そうだよね、なんかさっきかなちゃんが最初話してた時にさ、自分も知識がないから間違えたこと言っちゃうかもしれないけどとか言ってもいいんだよっていうことを言ってたと思うんだけど、それもすごく大事なことだなと思ってて、なんかそうやって打ち明けてくれた大切な人、友達とか家族とか身近な人に対して自分が不用意なことを言って傷つけてしまったらどうしようっていうご相談もすごくあったりするんだけれども、そういう不安があることも大事な人なら話してもいいのかなって私としては思ったりはしてて、自分はまだ勉強が足りなかったりするから、もしかしたら差別っぽく聞こえることを言ってしまったかもしれないし、傷つけることを言っちゃうかもしれないんだけど、でもそのあなたの言ってくれたことを自分なりに受け止めたいって思っていて、あなたのことを傷つけたいとは決して思ってないから、もし言ったことで嫌だなって思うことがあったらちゃんと教えてほしいし、それをきっかけに自分も考えていきたいって思ってるから、何かあったら言ってくれるっていう気持ちを本人に言ったりしてもいいんじゃないかなと個人的には思ったりもするんだけど、 それはめちゃくちゃ大事、かも。そこの一歩がないから、お互い距離が縮まらないまま、なんか間違えた一歩をどっちかが踏むのが終わりみたいななっちゃうよ、ね、なんか2人の今話聞いてて、カミングアウトする側、カミングアウトされる側で、なんかどっちかに別に優劣があるわけじゃないのに、なんかどっちかが上からみたいな、どっちかが下からみたいな、なんか受け取った側が支えてあげなきゃいけないとか、言った側は責任取らなきゃいけない、なんかそういう目線が一回なくなれば、確かにみんなと気負い合ってる感じがするよ、ね、そうそうそう、もちろん人生において大事なお話だし、話す相手もすごい考えることだとは思うけど、フラットにっていうか、上下みたいなのは一回なくなった方が聞きやすいのかなって、なんか僕は思う。僕は本当当事者でしかないから、でもカミングアウトされることもある、でその時に正直思ったのが、例えばゲイなんだよね、
言われた時に、うん、当事者だけど、うん、ゲイの人の気持ちとか分かんない、うん、って思ったの。どう声をかけてあげればよかったんだろうって、うん、僕もその時初めて、うん、その時に体験した、うん、あ、そうなんだって。受け入れはやっぱりしやすかった立場ではあったけど、うん、この気持ちをみんな持ってたんだって思ってたのね。セクシュアリティがね、例えばゲイだとかレズビアンだとかって言われたとって、うん、ゲイの人の気持ちわかんないとかレズビアンの人の気持ちわかんないって思ったとしても、うん、その属性の人っていうか他の人の気持ちなんてわからないよねって。すごくもうそのなんか一つのセクシュアリティっていうのは、うん、その人の一要素でしかなくって、その人がどういう経験をしてってどういう価値観を持ってて、うん、どういう出来事があったから今どう思ってるかっていうのはその人のセクシュアリティだけを知ったからとて、うん、きっとこういう気持ちに違いないなんて一瞬で分かることはきっとないはずだからね。その情報だけ聞いてこれが答えの返答だって一発で出せる人の方がきっといないだろうからね。多分その一言を言ってきっかけをくれたことには何か思いがあるのかもしれないから、うん、それをきっかけに対話を始めていくということしかできないのかなって思うけどね。本当にそう、僕もなんか元々女子だから、うん、体がね、女の子の気持ちわかるでしょっていう話の前提で全部話が進んでて女の人で働いてるとよくね、女性ならではの視点でとか言われ方したことあるけど、私は私の視点しか持っておりませんので、他の女性の気持ちまで全部わかるということは決してございませんと思うこともよくあるからね。主語を大きくしないはめっちゃ大事だね。そうだね。日本人ってさとか、うん、もちろんそれが統計に基づいたカテゴライズであったり、うん、統計に基づいた傾向であったらその主語の大きさを使っていいと思うんだけど、うん、〇〇人だから〇〇とか、セクシュアリティが〇〇だから〇〇とか、うん、私だって他のパンセクシャルの人の気持ち全然わかんないし、うん、そうだよね、本当わかんないよね。女性だけど女性の気持ちわかんない、うん、まあ背景として汲み取ることは男性よりもしやすい環境に身を置いてただけで、別にそれがじゃあ自分の察知する能力に関係してるかといったらそれは違うし、うん、というところでは主語を大きくすることによって相手が、あ、喋りたくないなって思わせてしまう要因にはなるし、うん、そうだね。あと批判的態度、主語を大きくすることと、うん、ジャッジメント、自分の尺度での解釈、うんうん、っていうところに関しては避けた方がいい事柄、うん、カミングアウトされた時への、うん、正解の返答はない、うん、でも避けた方がいい態度っていうのは絶対ある、うんうん、そうだね。この話をすると人はそれぞれだよねみたいになると思うけど、うん、まあ、さっきカノちゃんが言ってくれたように正解はないっていうところでも、その避けた方がいい態度はあるっていうところが、うん、カミングアウトのことだけじゃなくて他のことにも全部通ずる、うん、人の話を聞く上でとか人と話す上で、ね、これを普通にスタンスとして自分の中で気をつけてれば、そのカミングアウトだけじゃなくても、そのカミングアウトだから構えなくても、うん、それが自然にできるというか、うん、教育伝える時に大切な態度として話していることとめちゃくちゃ近いもん。あ本当人と話す時に大切な心構えだよね、うんうんうん、この動画は多分すごくじゃあでも1意見だから、そう1意見、まあ、もちろん1位決めるのはあなた次第そう、そう、ね、参考になると思ったら聞いていただいて、まあ、最後に言っとくと、カミングアウトすることは別に正しいことではないと僕は思ってるから、うん、その人の選択だとは思ってるから、うんうんうん、あとカミングアウトしないことは嘘をついてることではない、うん、そうだね。だそれはなんか当事者の人たちとか、うん、カミングアウトしたいなって思ってる人たちには、うん、まあ、伝えたいなと思います、うん、はい、というわけで、お二人、皆さんちょっとお二人、ちょっと違う人が見てたかもしれない。お二人ありがとうございました。はい、ありがとうございました。多分終始この動画を見始めて気になってたことは、なんで3人とも同じ服なのか。サークル活動でもしてるかって感じで。これはじゃあ皆さん話してもらってもいいですか。私が代表副理事を務める NPO 法人ミモザっていうものがあるんですけど、こちらでは性的同意であったり性暴力に関する情報発信を臨床心理士、公認心理士、弁護士などの専門家と一緒にやってるんですけど、これを買うことでそのミモさんの活動を僕らは応援できるという感じで、うん、はい、ありがとうございます。で3人ともたまたま、たまたま一緒、マジですごいね、しかも全員黒概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください、はい、あとクラファンも始まるんだよね。3月8日から実はクラファンが始まっていて、そのクラファンが何かというと中高生に向けた性的同意
の話であったりとか、例えば自分が性暴力痴漢とかねも含めてあってしまった時にどういったところに頼れるのかっていうのをまとめた小さなハンドブックをミモザで出したんですけど、なんでメディアで発信してるのにハンドブックかっていうと、やっぱりスマホを1台持っててとか、じゃあ SNS にアクセスできてってなると、それって結構限られてたりとか、あと情報格差とかもあるから、なかなか難しいってなった時に、学校とかその子たちが所属する場所でそのブックが配られるような環境になればいいよねっていうことで、ハンドブックを無料で配布をするためのクラファンが3月4日から始まります、なのでもし興味があったら覗いてみてください。でちなみに2人コメントで出ます、はい、あのクラファンに応援メッセージからいただいてますぜひそちらも合わせて読んでいただければと思います。ありがとうございます。チロミネさんのチャンネルの方でもコラボさせていただいてますので、はい、そちらも概要欄に貼っておきます。でお二人の、SNS の詳細も概要欄に貼っておきますので、ありがとうございます。そちらもチェックしていただけると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。